さあ始まりました将棋場チャンネル、ということで今回見ていくのが第35期竜王戦7番勝負の第4局となっております。こちらが先手が藤井聡太竜王、そして後手が広瀬章人八段となっております。早速見ていきましょう。さあここまで第3局を行ってきまして、藤井聡太竜王が2勝、そして広瀬八段が1勝ということでしたが、今回の第4局どのような作戦になるのかというところなんですけれども、どうやら角換わりというところになってきそうですね。さあこれに対してどのような作戦を持ってきているのかというところで、この竜王戦広瀬八段がいろいろな作戦を駆使してね、まあ藤井竜王に揺さぶりをかけていってますが、すべてをねやはり受け切って、まあ、横綱相撲ではないですけども、竜王としてね、やはり堂々と相手の注文を受けて立つというところが見えてますね。さあ、角換わりの将棋、このね、右の銀がどこに出ていくかで性格というのが変わってくるんですが、本局はどうやら腰掛け銀と中央に銀を使っていくような将棋になりそうですね。さあ、ここまではよくある将棋の駒組みと、まあ、角換わりでね、よく出てくる将棋ということになってきております。さあ、本譜は5-2ですね。まあ、これ、まあ、6-2と上がる手、まあ、先手と同じ形にするのが、まあ、一例としてあるんですけども、一度あえて5-2にしましたね。さあ、本譜は6-8玉に対して5-4銀と。さあ、2-9飛車と下段に引いて、後手は3-1玉と。さあ、先手は5-6銀と。これでお互いに銀が腰掛けてきたよという形になってきますね。さあ、ここで広瀬八段、本譜はこうですね。6-3金と上がってきたというところで、第4局は角換わりのこの形で勝負していこうと。よく見るね、下段飛車プラス4-8金型。後手で言うと8-1飛車に6-2金型というのがあるんですけども、まあ、本譜はね、こう前に上に上がるという形で戦っていこうということでしたね。さあ、この手を見て藤井竜王17分考えましたね。それを見て7-9玉と、まずは一旦玉を引いて、さあ後手も7-3桂と跳ねていく。さあ6-5桂をね、まあ、飛んでくる手を防ぐために6-6歩とね、まずはついておくんですが、この瞬間に早速6-5歩と、まあ、仕掛けてくるということですね。さあこれに対して先手もすかさず4-5桂とね、さあ先手は桂を跳ねていくと、まあ、これは銀取りなのでね、まあ、桂の高飛びになる前にこの桂まで何か仕事をしたいということですが、さあこの銀取り上に上がってしまうと、まあ、このね桂馬がずっと4-5の桂馬が威張った状態なので、できれば歩で取りたいんですよね。なので、2-2に引くと壁になりますから、まあ、本譜は4-2と、まあ、こちらに引いて、歩で取っていくというところを狙っていきます。さあ、本譜は、ここで6-5歩と一度手を戻して、さあ、もちろん後手も4-4歩と、桂馬を狙ってくるんですが、ここで狙いの6-4歩とね、さらに歩を突き出していくんですよね。4-5の桂馬が取られる前に仕事をしようということで、さあこれは同金と上ずるんですが、この瞬間に5-3の地点が弱くなりましたから、7-1角と、この4-5の桂馬が生きている間に角を放っていくということですね。まあこれ欲張って、まあ角取りなんかにしてしまうと、もうこの形では角をね、切ってしまって、まあこれが金取りなので、まあ取るしかないんですが、これで桂馬を成って、先手がね、まあ細いんですけど、まあこれで攻めが繋がるぞというのがね、まあ出てきているので、まあこれなれば先手としても一つ成功になりますよね。次の狙いは、5-4とね、銀を取って、同金に6-3銀の割り打ちなど、まあありますからね。まあこういった細い攻めを繋げることが、やはりプロレベルではできてしまいますので、まあ本譜7-1に対しては、こちらの5-2飛車とね、まあ、狙われている5-3の地点を受けていくということになります。
さあ、ここで、まあ、桂馬がね、もう取られるんですけれども、その前に、6二歩と、まあ、この手が狙いだったんですよね。これで、飛車の横利きを止めてしまうということで、さあ、本譜、これに対して、4五歩とね、まあ、桂馬を取り切るんですが、すかさずここで、8二角成とね、しておいて、歩で飛車の横利きが止まってますから、これで、桂香両取りで、桂馬は取られましたけれども、まあどちらか桂香を拾える形で駒損を回復できますよと言ってるんですよ。さあ、6三金と上ずった金を引いておいて、まあこれで桂馬は渡さないぞと言っているんですが、9一馬と香車を取っておいて、さあこれで香車と桂馬を取り合った形ということですね。さあ本譜、さらに6二金と、歩を払って金を下にね、まあ、引いておいて守りを固めていくということで、さあ実はこの形前例があるということなんですよね。さあその前例、今まででは、ここで香車払つようなね、手というのが、まあ馬とね、使って連動してこちらから攻めていくという手が今までの前例ではあったんですが、本譜、藤井聡太竜王32分考えて、3五歩とね、まあ、ここで前例を離れて手を作っていったということです。いやー、ここですよね。まあ、おそらくこの局面、広瀬八段も誘導しているということもあるので、六九香に対しての研究もされていると思います。なので、本譜は三五歩からね、まあ、玉頭から手を作っていくと、そういったところに、まずは、後手玉に迫っていくという構想でいきましたね。さあ本譜、これに対してもちろん相手香車持ってますから、同歩と取ってしまうと、いつでもね、香車の、あ、歩の裏から香車を打たれる筋っていうのができてしまいますので、まあ本譜はね、この3五歩取らずに4三銀と、まあ上がっていくということで、まあ45分考えて、まあこの銀を上がっていったということです。さあここで3四歩と、まあ、取り込んでいくんですけれども、この手にも57分というね、まあ、非常に難しいところですよね。まあ、駒をぶつけ合って取っていくということですが、まあこれに対しては4六とね、まずは取り込んで、この腰掛け銀をね、まあ、動いた瞬間に歩成り同金に3八角打ちのようなね、よくある筋があるので、この5六銀ちょっと動きにくくさせてますよという狙いがありますね。まあ、いつでも歩を成り捨てるんでね。さあ、こういう手に対しては、先手としては、すかさず攻めていくということで、本譜は2七香とね、まあ、こちらから、2筋からね、まあ、力を貯めて突破していこうというところですね。まあ、これはシンプルな狙いで、2四歩から同歩同香と、まあ、数の攻めで突破していこうということですね。まあ、わかりやすく見てみると、まあ、2四歩同歩同香と走っていき、まあ、歩で、まあ、止まりそうなんですけど、まあ、これをね、まあ、強引になっていって同金に同飛車成と、まあ、こうやって突破していくということですね。まあ、香車で竜が一見死にそうなんですけど、ここまで踏み込んだ際にはもう切っていくんですよね。切っていって同銀に歩でね、まあ、こうやって攻めをつないでいって、まあ、王様狭いので、まあ、これで寄ってるでしょうということですよね。まあ、引いてくれればもうガリガリと、まあ、絡みついていってよしということだし、まあ、取ってもね、まあ、これは空間が空いてしまいますからね。まあ、このように銀とか金とか打っておいて、まあ、攻めを食いつないでいけば、これはね、まあ、攻めがつながるということで、まあ、わかりやすいんですけど、非常に受けがね、まあ、どのように受けていくのかということですよね。まあ、2二玉とか、まあ、数で受けるような手もあるんですが、まあ、こうなると後手は受け一方ということになってくるので、本譜はここで3六桂と、このね、上から押さえていくという手を選んできました。58分の長考で、この3六桂を放っていきます。さあ、目下にね、まあ、この金取りという狙いもありますし、先ほどと同じようにね、まあ、2四から行った際に、まあ、こう進んだ時に、いつでも2八歩とね、打って飛車先を止めることができますよという手ですよね。さあ、この桂馬に対して、まずは金取りになっていますので、
本譜は4九金とね、まあ、引いていきましたね。まあ60分1時間考えて引いたと。まあ逃げ方いろいろありますからね。まあ金を寄るのか上に行くのかとか、まあいろいろあるところなんですけれども、まあ本譜は4九と、やはり一番下に引いて、まあこれでと、一番硬い形にしておこうということですよね。さあここで、この瞬間に8六と、まあ8筋の歩を突き捨てていくということで、後手としても、まあ、先手からの2筋の突破の攻めが見えてきているので、後手も攻め合いの形を見せるためには、まあ、何かしら玉頭で手を作っていくと。仮に同歩と取ってくれれば、やはりね、8七歩とかで嫌味を作っていきたいというところにはなってくるんですが、これに構わず、まずは2四歩と、まあ、ついていきましたね。さあ、この8六歩を手抜いても、まあ、同金と取れますので、この瞬間に攻め合おうと。さあ、これに対しては同歩、そして同香と、まあ、走っていくんですが、ここで封じ手となったというところで1日目が終了でございます。いやー、非常にね、難解な攻め合いというところではありますけれども、まあ、先手としては狙いがね、単純ではあるんですが、思った以上に厳しくね、まあ、受け方が難しいので、後手としてはうまくいなしてカウンターで玉頭を攻めれるかどうかと。いう形になっていると思います。さあでは封じ手予想やっていきたいと思うんですけれども、まずは一度2三歩とシンプルに受けていく手というのがありますが、これはね先ほど言った通り突破できてしまうんですよね。取ってしまうと同飛車成が非常に強烈になってくるので、この手に対しては先ほども言った通り2八歩と、まあ、桂馬の利きを生かして止めていくんですが、これでね、香と金を交換しておいて、まあ同飛車に、ここで飛車をかわしていく。で、まあこの桂取りが残っていくので、それまでに後手としては、この香と金の駒損ではあるんですが、このね、まあこの突き捨てを生かして、どこまで手を作っていけるかという展開が、まず一つあるかと思います。同銀ならば、まあ角打ちもあるんですけれども、まあちょっと遅いと見れば、まあ歩でね、まあ、ひたすら連打しておいて、同じく香車を打ち返す。まあ、これで香と金のまた交換できれば、後手としてもね、不満のない展開ということになりますし、まあ、こうなった時にどっちの攻めが早いのかというところを読んでいるかと思いますね。まあ、あとは変えて、まあ、2三歩の変化ですが、上から押さえる。こういう手もあります。まあ、桂馬を生かして、上で止めてしまおうということですね。まあ、かわしておくんですけれども、まあ、桂取りが残っているので、先ほどと同じように攻めても、ちょっとね、攻め駒が足りないのかなという印象がありますから、まあ、こうなった時に同銀と取ってきたら角で攻めていこうということになるので、この形だと同金と取ってくるのかなと思いますが、8五歩と押さえられて、引いた形にね、打つ駒がないので、まあ、これをするんならば、まあ、京都金の交換を受け入れてからね、攻め合いを目指していく可能性の方が高いかなと思いますね。さあ、いろいろ、まあ、この強者をどうするのか。あとはね、まあ、ちょっと、いなすという方向で4二玉がありますから、もう成り捨てておいてからの、まあ、4二玉とね、まあ、攻めてるところをもう受け入れてかわしていこうというところはあるかと思いますね。仮に、桂馬を取ってくれれば、まあ何かの時に、まあ2八と飛車先を止めてから、5一飛車などでね、馬と香車両取りで、まあこうやっていなしていこうと。仮に馬がね、逃げてくれれば、まあ飛車がね、こうやって成桂を取って、活躍できるんですけれども、まあこの時に、怖いのは踏み込んできた場合ですよね。まあ一気に終盤になりますから、この馬を取ってる暇があるのかどうかというところも読まないといけませんから、まあしっかりとね、まあこのあたり読んだ上で封じ手をするのかどうか、あるいは一晩中それで考えるのかというところになりますけれども、本譜の、まあこのチャンネルでの封じ手予想は、まあやはり2三歩から香車を取って攻め合う、玉頭で攻め合うのが本命かなと思いますね。で、まあ第二候補として歩を成り捨てて4二玉といなしていくパターンがあるかなと思うんですけども、これ4二玉の時に、
ならないっていうね、選択肢があるんですよね。まあ、歩を垂らすぐらいで結構厳しいような気がするので、こうなると、と金で攻められて、駒を剥がされてくると。なので、これは香車と金の交換でやはり攻め合う2三歩が、このチャンネルでは本命にしたいと思います。ということでね、まあ、1日目非常に激しいところで、明日は攻め合いのね、まあ、どうなってくるのかというところでね、目が離せない対局になってますが、このチャンネルではもちろん、藤井竜を追いかけて応援していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価していただければ幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。明日も見てください。バイバイ。